アナスタシア・ニコラエブナは、ロシアの皇族、ロシア大皇妃。モンテネグロ子、ニコラ一世とその日、ミレナ・ブコティッチの娘として、セティニエで生まれた。モンテネグロ名は、スタナー。1889年、第6代、ロイ・ヒテンベルク公・ゲオルギーと結婚。西を設けた。ゲオルギーとの結婚生活は、不幸なもので、1906年にゲオルギーと離婚。 それから半年後の1907年、全部、ゲオルギーの重廷にあたるロシア大公、ニコライ・ニコライヴィチと再婚。アナスタシアは経験な正教会信徒で、ハントルコ主義のハンスラブ主義者であり、宗教的にも、政治的にも、思考の近い二人の結婚は、幸福なものとなったが、子供には恵まれなかった。ミリサとアナスタシア、 そしてその夫らは神秘主義に傾倒し、この二組の夫婦は黒い家族というあだ名され、二十世紀初頭のロシア宮廷で非常に影響力を持っていた。ニコライ二世一家へグリゴリーラス・プーチンを紹介したのも彼女たちであった。また、三族死した、長子ゾルカの長女、イエレナを引き取り、姉妹でロシアで養育した。イエレナは長じて、ロシア公。 イオアン・コンスタンチノビチと結婚し、ロシア5名、エレナ・ペトロブナを名乗るようになった。ロシア革命後の1919 19年、イギリス海軍が、ロマノフ家の生存者救出のために差し向けた、軍艦マールバラに乗って、夫や姉一家からと共に、ロシアを脱出。妹、エレナのいるイタリアへ亡命、後に、フランスへ移った。1935年、アンティーブで死去。 ありがとうございます。